グランドブリューの時間です。はい、ということで、おい、本日はですね、おコラボ動画となります。よいしょ。そうなんです、本日お越しいただきましたのは、はい、トクモリザウルスのヤスさんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に、ちなみにちょっとね、この画角やとヤスさんが3メートルぐらいあるように見えるんですがちょっとね、この場所の関係でこう前の方に来ているので、はいはい、若干椅子が前になってて、ね、そうなんです、遠近法となっております。あれなんですけど、柱がね、柱が確かにこの柱の分前に寄ってると思ってください。はい、なのでびっくりしないでください。お願いします。で、ヤスさんとのねご縁というかは、ヤスキスタジオさんね、はい、もう信じられない話という企画で、うん、コラボさせてもらって、うん、今回初のコラボ動画ということでございますけども、ね、やっとですね。ありがたい。いや本当にもう何度かこう名古屋に僕も行ったりとかして、うん、タイミング合えばと思ってたんですけど、うん、なかなかね、うん、この時期ちょっとお互いちょっとバタバタしてたりとかしてたんで、うん、特に夏忙しそうっすよ、ね、そうっすね。僕のやってるジャンルがもう階段なので、うん、どうしても、ね、夏場はこういろんなところで、うん、なんならもう地域のお祭りの片隅で階段しゃべるみたいな仕事もあったんですよ。その中でね、安さんの自己紹介をいただいても。はい、すいません、僕ですね、トクモリザウルスというチャンネルをやっていまして、はい、僕沖縄出身なんですけど、はい、僕のおばあちゃんが、ユタという沖縄の霊媒師のお仕事をしていたっていうのがあってですね、うん、僕もなんか遺伝なのか小さい頃から幽霊が見えるのが当たり前で育ってたので、そのおばあちゃんとの体験談だったりを、動画内で喋らせていただいております。そういった体験談が漫画になったということで、あら、かわいい。かわいい。小屋木さんも推薦されているという。あ、ほんまや、すごい。幼少期の頃のヤスさんがこの、そうですね、なんか新しいクレヨンしんちゃん的なすごいですね。沖縄かける怪異かける癒しっていう。いや本当にね、僕は自分の体験談なんですけど、うんうん、自分でこう動画内で喋ってる時は、うん、なんともなかったんですよ、はい、思い出しながらこう喋ってたんで、はい、漫画で読んだらやっぱりちょっとうるっとくるんですよ。そうなんや。そうで、なんかすごくこの杉作さんって方がこの漫画を描くときにですね、うん、なんか沖縄にほとんど行ったことがないっていうことで、はい、飲んでいた焼酎を青森に変えて、うん、で、家で聴いてた音楽を沖縄の民謡に変えて、うん、その中で描いたりしたらしいんですけど、ちょっとなんかこの漫画描かれてる方もちょっとこのモードにちゃんと入って、そうなんですよ、はいはい、作ってくれたと。すごい方、めちゃ大事。前がやすさんで、はい、この隣にいらっしゃるおばあちゃん、おばあちゃんですね、はい、奥にいるのが、はい、ちょっと霊というか見えないものたちですね。なるほど。ユタというのはあれですもんね、はい、まあ表現が霊かわかんないです。例えばイタコさんとか、はいはい、まあ、シャーマンというか、うん、霊を下ろすようなイメージで合ってますかね。あ、これはね、ちょっと違うんですか。あ、違うんですか。一応ユタっていう名前って、はい、まあ、いろんなジャンルで、はい、要はあのスポーツみたいな意味なんですよね、はい、絵の中にも野球だったりサッカーとかあるじゃないですか、うんうんうん、なのでユタの中には、まあ、人生相談に乗る人がいたりとか、まあ、占いをやる人がいたりとか、はい、まあ、誰かを、言葉で助けるっていう仕事をしている人のことをユタって呼ばれるらしいんですね。なるほど。うちのばあちゃんは霊媒師っていうジャンルで、まあ、ユタとして活動してたんですけど、うんうん、まあ、その時に、まあ、ばあちゃんにいつも聞かされてたのは、うん、何かを自分の体に下ろすんじゃなくて、例えばサムさんに幽霊がついてるとするじゃないですか、はいはい、そしたらうちのばあちゃんは、あんたはなんでこのお兄さんの横につこうと思ったのって霊に聞くんですよね。そしたら例えば、じゃあイケメンだったからとか、優しそうだったからみたいなことを言うと、いや、あなたがついてると、このお兄さんにあの女性が寄ってこなくなるから、迷惑かけてるから離れなさいって、幽霊をと解いて、でそのついてる理由を明確にして、はい、話し合いの末外すっていう、はあ、なるほど、ね、っていう感じなんですよ。すごい調和的に霊と、はい、やり話し合いなんですね。そうなんです、そうなんです。めちゃくちゃすごい。結局相談に乗る仕事なので、幽霊の相談にも乗るんですよね。なるほど、はい、やっぱこうつくことに意味がちゃんとあるんですね。あ、そうです、そうです、もちろん。はあ、もともとはやっぱ人間なので、うん、どうしてもやっぱこう人間的な部分って魂になっても変わらないんですよ。なるほど。簡単に言えばエロかった人はエロいし、はいはいはい、美意識が高い人はやっぱ鏡の前にいたりすることもあるし、まあ、本人は映らないですけど、映っていた頃の自分を思い出しながらこう鏡を見たりとか、癖でちょいって見てしまったりとか、うん、まあ、そういうところがもう人間臭さがすごくあるのが僕の中での幽霊なんですよね。なるほど。ヤスさんも当たり前のように見えてるってさっきおっしゃってましたもんね。はいはいはい。今でも見られる。あ、そうです、そうです。
まあ、小学校の時にどうしてもやっぱりこう幽霊が見えてる状態で生活してると、はい、周りの人に変な目で見られたりとか、うんうん、あとやっぱ目線が合わなかったりっていうのが多かったので、幼稚園入った頃ぐらいからなんか友達とかでき始めたので、うん、その時ぐらいからばあちゃんが一応見えない状態にもなれるようにしようかっていう、うん、霊感スイッチを入れるっていうことを結構周りで聞くんですけど、うんうん、僕は逆で切り方を教えてもらってたんですよ。ああ、ベースがね、見えてたちゃうし、区別もつかないぐらい見えた。そうなんですよ。だから気を許すとパッて見えてしまう。未だにそうなんですけど、僕の場合はもういっぱい眠っていっぱいご飯を食べたりとかして、うん、体の調子がいいとめちゃくちゃ見えるんですよ。逆に調子いいとめちゃめちゃ見える。めちゃくちゃ見えますすごい。どんなんですか幽霊というのは。あと、まあ、一言に幽霊って言っても、はい、まあ、生き霊だったりとか、はい、いろんなものがあると思うんですけど、亡くなられた方はもうみんな同じで、うん、赤強めの茶色みたいな色がうっすらこうベースにかかってるんですよね。わわわってこう、はい、かかってるんです、ね、なので本人が着てるこう洋服だったりの色とかも分かるんですけど、うん、その上に薄くその色が塗られてるんで、あ、これなくなってるなっていうのは分かるんですよ。なるほど。で、生き霊は単純にもうこういう風な感じで見えていて、うん、後ろ側も透けてるって感じです。後ろ側が透けてるのが生き霊の特徴。そうです。色一緒で、はい、で亡くなられてる霊ももちろん透けてはいるんですけど、色味がやっぱりちょっとこう違うので全然分かる。あー、何やろ、リアルすぎてめっちゃゾクゾクしてきたなんかこんな当たり前のように、はい、うん、幽霊の世界見てる人の話初めて聞いたから。確かにすごいっすね。だ、僕が体験するものってどちらかといえばこう霊に話しかけられたりとか、うん、幽霊がついてくるっていう状況をうちのばあちゃんがあんまり好ましく思ってないので、うん、逃げるんですよ僕は。いたら基本的には、うん、で、もともと幽霊は人間なので、うん、シンプルにちょっと待っててって言うと、うん、聞く人もいるんですよ。あー、なるほど。幽霊の中でもでも一回話しかけたらダメなんですよ、それも。そうです。例えばですけど、エレベーターがパッて開いた、そこに霊が立ってました。目が合った時にもうリアクションしないっていうのができるようになったんですけど、うん、たまにこうぼーっとしてパッて目合った時にっていう顔すると、うわな、やっぱあっちもおっみたいな感じになるんですよ。見えてるんだみたいな。そうなった時に幽霊って目が合うと追いかけてくるって、うわ、怖、なんかやっぱそうなんすね、言われるじゃないですか、うんうん、だけどこれって理由があるんですよね。ほうほう。なぜかって、例えばですけどお二人がもし亡くなられて、うんうん、霊体になって幽霊になりました、はい、人生が初めてじゃないですか幽霊になる経験なんて、うんうんうん、じゃあ周りにいる自分の友達とかに話しかけに、うんうん、俺幽霊になったんよ、うんうん、でもみんなは見えてないし聞こえてないから普通に生活してる、うんうん、おいおいって言っても話しかけてもらえないし、うん、はいはい、で親のとこ行ってもみんなスルーする、うん、そんな状況で幽霊って他の幽霊見えないですよ。あ、幽霊見たことあります？ナイスナイス。じゃあ亡くなっても別に幽霊が見えるわけはないんですよね。そのまんまなんですか、ね、霊感も。自分が生きてる時に持ってる能力みたいなのを上回ることってほぼないですね。霊同士で割っちゃうとそこできないの？ないですないです。ないんだ。そんな見たことないですし。だからか、めちゃくちゃ寂しくなっちゃうんですね。そうです。だからもう一人孤独なんですよ。それが1年続きました、10年続きました。自分だけ年も取らない、周りが変わっていく、そんな中バーッと歩いてて誰とも目が合わなかったのに急にパンって目が合ったら、うん、ってなって、やっぱりちょっと待って話聞いてって追っかけたくなりますね。なります。確かに。なりますね、それは。でも僕からしたら初対面なんですよ、うん、本人からしたらもう何人もの人に声かけてきたけど僕からしたら初対面なんで、たまたまそこで出くわして目が合った、走ってこられた、逃げるじゃん。めちゃめちゃ怖いな、それは。走ってくるんですか、はい、あっちの気持ちももちろん分かるじゃないですか、はいはい、なのでそのメカニズムが分かってるとちょっと諦めるんですよ。あって言われた時にわって思うんですけど、一旦見えてないふりするんですよね、うんうん、なんですけど、いやいや目合ったよねって分かるんです。言われるんですね。言われます。今目合いましたよね。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっとだけ話聞けませんかとずっと前をこう歩きながら言ってくるんですよ。で無視し続けてると、いやいや、お願いします、お願いします、本当に見える方ですよね、声聞こえてますかみたいな感じでずっと言ってきて、悲しいな。でもだからそれでもう僕が心折れて、どうしたんですかって言ったら本当に信じられないぐらい喜ぶんですよ。やったーって言って、僕死んでますよねって聞いてくるんですよ、大概の霊が、はい、はい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 、はい、で、はい、亡くなってますよって言ったら、やっぱそうなんだ
どうやったら成仏できるんですかって聞かれるんですけど、はい、なんか悔いに残ってることとかないんですかって話すと、なんだろうってその場でまた考え出すんですよ、うん、ただ僕もまあ時間があるんで、うん、ちょっとまあいろいろ考えて自分の悔いに残ってることを生きている親族だったりとかに伝えて、自分の悔いのないようにすれば多分成仏できるんじゃないですかね、わかんないですけど僕見えるだけなんでっていうことを言うと、ついてきてもいいですか聞いてきたりとか。いやだ、分かる、気持ちは分かるが、いやでももうずっと僕一人なんですとか、うん、私一人なんですって言われてダメだってなると、ばあちゃんのとこ行ってどうしたらいいってばあちゃんに聞いて、なるほど、成仏させてもらったりとか、あ、そこまでできますもんね。そうそうそう、うちのばあちゃんだったらできるんですよ。はあ、ただもうばあちゃんも、亡くなってしまった今となっては、どんなに3日4日つきまとわれてもずっと虫ですね。うわ、もう本当にいろんな霊がいるんですよ。そう、どんな霊がいるんですか。僕の中でもうすごく印象に残ってるのが、うん、沖縄だとこう遊ぶところって結構限られてて、うん、そんな中で沖縄の北谷っていう場所があるんですよね、うん、でそこになんか大きい道路があって、うん、その途中にこうガラス張りの焼肉屋さんとかあるんですよ、うんうんうん、で友達と遊んだ帰りに、うん、そこを焼肉屋寄って帰ろうよって話になって、うん、焼肉食べに行ったんですよね。で、店内に入ると店内から駐車場が見えるので僕らの車とかも見えるんですよ、うん、で、まあ、席に着いてこう焼肉食べてたらすごい視線を感じて、うん、はいはい、なんだと思ってパッてこう窓の外を見ると、窓の外に男の霊がじーっとこっちを見て立ってるんですよね。あら、めちゃくちゃこっち見てるなと思って、まさか僕らじゃないよな、うんうん、今気づいたしって思ってご飯を食べてたら、ずーっと歩いていくのが見えるんですよ、うんうん、で歩いていくなーと思ったら店の入り口の方に向かって歩いていってますよ、うんうん、で店に入ってきたんですよ、うん、あら、もう店に入ってきたな。ちょうど僕が座っているこの横が廊下になってるんですけど、うん、廊下の突き当たりが、まあ、レジがあって、うん、そのレジの横に入り口があるんで、うんうん、その入り口からスーッと入ってきて廊下の端っこの方で僕をじーって見てるんですよ。めちゃくちゃ見てると思って、いや、マジで来んなよと思いながら友達と喋りながらこう焼肉食べてて、うん、そしたらこう視界の中に入っているからゆっくり近づいてくるのが見えるんですよね。あ、でそのまま通り過ぎてくれりゃいいと思いながらこうバーッて食べてたらスーッて来てここにパッてこう止まるんですよ。あー、来た。いやー、確実にこっちだなと思って、うん、どうしようかな、なんでこっちに来たんだろうとかいろいろ考えながらこう焼肉食べながら、はい、でも僕はもうずっとこうどうしようどうしようって顔してるから友達もどうしたのって言うんですけど、うん、いやー、なんでもないなんでもないなんでもないって顔を上げた時にはもうここにいるのか分かるんですよ。あー、どうしようかなと思ってたらもういいやと、うん、一旦顔を見たろと、うん、もしかしたら知ってるやつかもしれない、うん、でパッて顔見たら目合わないんですよ。え、僕よりちょっと下見てるんですよ。ほう、うん、と思って見てる方向をこうパッて見て、うん、パッてそいつのこと見て分かったんですけど、うん、T シャツ被ってたんですよ。同じ T シャツ着てて、ノッ、おっ、思ってます。いやいやいや、それで寄ってきたんですか。やっと見つけたの、そっちシャツの方。めっちゃビッグチャンス逃してるじゃないですか、すごい気になって。自分見える人は気づいてないよ。Tシャツ見すぎて同じ T シャツだみたいな感じで近づいてきて、そんなこともあるんだ、はい、本人もなんかじーって見てみたいな感じでスーッてまた出てくる。あれ、もったいないもったいない、よかったー、耐えたーと思って、その後ニッコニコで焼肉食べて。その亡くなった時の服みたいなやっぱイメージがそのまま残るんですかね。基本的には魂の記憶だと僕は思ってるんですよね、はい、勝手に、うんうん、なので多分その霊魂みたいな感じでこう、うん、魂だけが見える人っていうのはこう玉として見えるのか、はい、なんかもやとして見えるのか分かんないですけど、はい、その中でも自分が魂になった状態ってイメージしづらいじゃないですか。確かに分かんないです、ね、そうなると多分自分の中での自分を表すんですよ。ああ、だからそれが僕に多分見えてるんですよね、うん、本人の記憶がうわ見えてる感じなんで、基本的には最後の自分の姿に近いと思うんですよ、うん、なるほど。例えばよく怖い話とかであるのは、うん、例えば怪我してる状態とか、うん、そういうのはあんまりないんですか。僕はあんまり見たことないですよ。それが見えたらよりきついというか、まあ、そうですね、例えば事故だったりとか、うん、自ら命を絶ってしまった方とかも、うん、最後の自分の姿を見ることってほぼないと思うんですよね、うんうん、なので基本的にはその場でなんで俺ここにいんだみたいな感じで、うん、
死をまだ受け入れられてない人の方が多いんですよ。だから高いところから、落ちてしまった方とかってなると、うん、基本繰り返してるのをよく見るって、はいはいはい、言うんですけど、うん、それって僕が見た中でも結構な割合で男性が多いんですよ。へー、男性の方がしょっちゅうこう何度も何度も繰り返してるのを見て、女性少ないなって思ってて、これなんでなんだろうと思ってたんですけど、これも全く別の都市伝説的なチャンネルを見てる時に、これもしかしたらヒントかもなと思ったのが、女性って意識を飛ばしにくいって言うんですよね。飛ばしにくい、痛みとかでも。そうですそうです、痛みとかで。男の人ってものすごい力で筋的蹴られるだけでバッてこう意識飛んで倒れちゃったりとかするじゃないですか。女性はそういうのに耐えれるから、言いますよね、多分恐怖とかも乗り越えちゃってちゃんと死を理解して亡くなれるんですけど、男性は恐怖心のあまりに落ちてる最中に意識を失っちゃう。はい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 。で自分が亡くなったことに気づけず、うん、霊魂になった後も同じような悩みを持ったまま屋上まで登ってっていうのを繰り返してるんだろうなっていうのを思った時に、あ、だから男の人が多いんだって思ったりとか。はあ、確かに。そう、沖縄に比べてやっぱり都会に出てくると人間の絶対数も違うんですけど、うん、幽霊の絶対数も全然違うんですよ。うわ、やっぱ多い。めちゃくちゃ多いです。こんなとこにもいんのっていうぐらい多くて、で見えてる方も結構いるんですよ。あ、なるほどね。本人が気づいてるかどうかっていうのは分かんないんですけど、うん、はいはい、渋谷の方に吉本の劇場があって、はい、そこに向かってバーッと歩いてる時に、はい、センター街ですか、はい、の通りの細道の方からぽっちゃりした女性の方が大声出してる時があって、で何だろうと思って見たら、すごい剣幕で何かにぶち切れて壁に向かって大声出してるんですよ。でそれをおじさんが抑えてるんですよ、うんうんうん、やめろやめろ。ただその人が切れてる先っていうのは壁なんですよ、うんうん、でもそこに向かって、なんだこの野郎って女の人が、うん、何見てんだこの野郎って言ってぶち切れてるんですよ。あれと思って、もしかして見えてんのかなと思って、僕も見えるようにこう入れ替えてこうパッて見たら、うん、確かにその壁に男性の霊が立ってその人をじーって見てるんですよ、うん、でその女性はその男性の霊に向かって、なんだこれやんのか、何見てんだこんな俺ってめちゃくちゃ切れてる、めっちゃ切れてるしめっちゃ見えてるって思ったら、その止めてた、その人は生きてるんですけど、うん、止めてたそのおじさん、やめとけよ、もうその人死んでんだよって。うわー、怖っ。え、どっちもどっちも見えるってことやな。どっちもなのに気づいた時にめっちゃ見える人いるやん。あ、なるほどね。沖縄とかでも結構僕のおばあちゃんと僕はまあセットで結構よく動いてたんで、そんなに霊を見るっていう人に出くわしたことないんですよ。はいはい、もちろん霊が見えない人の方が圧倒的に多いのであんまなかったんですけど、東京むっちゃいるって思って。うわー、そんなとこ出くわさないですもんね。そう、びっくりして見える人いないと。いや、もしかしたら一人でブツブツなんか何かに向かって言ってる人とかっていうのもしかしたら見えてる可能性があるんですかね。全然あると思います。街中でたまに見るじゃないですか。たまにね、いらっしゃるよね。すごい僕の中で分かりやすかったのは、はい、目線が絶対ずれないんで。ずれない。一人でブツブツ喋ってる人の中にも、なんか下の方向いて、なんとかなんとかって喋ってる人いれば、誰かと喋ってるように喋ってる人いるじゃないですか。来てます、来てます。そういう、誰かと喋ってるような感じで、あ、そうだよね、なんとかだよねって言って、おーおー、あ、そうなんだっていう目線がずれないんですよ。見えてる人って。なるほど。で、なんならちょっとたまに動いて、うん、え、どこ行くのとかやるんだよ。へぇ、たぶんそこら辺の目線の感じで分かると思うんです。なるほど。肩から見てても、うわー、いやー、すごい世界だ。でも、ほんまにもし幽霊になってしまったら、はい、東京行こう。あ、見える人が都会に行って、はいはい。じゃあ、もしかしたら出会ってもやれか、あんま向こうは喜んでくれんか。まあ喜んでくれんけど、相談はできる可能性はゼロじゃない。でも話したいと思ってもらえたらいいですもんね。まあそうですね、楽しい話したりとか、はい、ただ幽霊がどんなにテンション高めに出てきても怖いもん。怖いっすよ。そうっすよね。逆にテンション高いが怖いっすから。そうっすね。ダワーって出てこられたら、どうなにそのテンション怖ーってなるわけで。確かにね、なったと思いますけど。あー、でもやっぱ日常的に見えてても怖さみたいなのを感じるんですね。僕は、え、これってそういうことって気づいた時にやっぱ怖かったりとか、たたりとか恨みとかそういうものって、うん、僕に向けられたことはないけど、向けられてる人をまあ間近で見てたので。どういうことが起こったんですか？
まあ、ばあちゃんのところにちょっとこう、はい、ご相談に来られた方がいたんですよね、はい、その人の中でも、まあ、ちょっとだけ重めの話になるんですけど、うんはい、最初来た時は30代半ばぐらいの女性が一人で訪ねてきていて、うんうん、でうちのばあちゃんがその対応しているところに僕は帰ってきたんですよ、はい、で帰ってきてその当時まだ僕16とか、うんうん17ぐらいだと思うんですけど、はい、バーッと帰ってきたらお客さんいるなと思ったんで、うん、いつもお手伝いしてるんでお茶を持ってってあげたりもするんですよね、うんうん、でお茶持って行った時にその女性が結構こう感情的にどうしたらいいんですかみたいなことを言っていて、うんうんうん、でうちのばあちゃんもずっとこう首振ってるんですよね、うんうんうん、もうなかなか見ない光景だなと思いながら、うんうん、僕の方をバッとばあちゃんが見て出なさいと手でこう出て行きなさいみたいな感じの対応されたから、うんうんうん、あれおかしいなと思いながらお茶を置いて出て行ったんですよ、はい、で出て行ってその当時まあ僕まあ仕事をし始めてたんですけど、うんうんどうしてもその日仕事行きたくなくてずる休みしたんですよね、うんうんうん、で朝から家に行って、まあ、朝飯食うかと思って朝の10時ぐらいに部屋から出て降りていこうとしたら、うん、お祓い部屋の入り口、まあ、玄関と別なんですけど、うんうんうん、その入り口の前でその女性が他の人の対応をしているばあちゃんのことをこうじーっと見ながら、うん、ポンポンってやってちょっとこう合図してるって、うんうんうん、でその時に分かったんですけどお腹ちょっと大きかったんですよ、うん、あ妊婦さんだって思って、うんまあ、家からキッチンの方から椅子持ってきて、うん、これよかったら座って待っててくださいって言って置いてあげたら、うん、ありがとうございますって言ってでお茶も出してあげてそこでお茶飲みながら待たせてで僕は飯食ったりとかして、うん、その後にお祓いするんだったらと思ってこう行ったらうちのおばあちゃんが何回来ても一緒だよと、うん、帰りなさいって言うんですよ、うんはあ、えって来てくれたお客さんにね、うん、そんな言い方だと思ったら、まあ、アポを取ってなかったのもあるんですけど、うんうんうん、あの人は私の言うことをどうせ聞かないから、うん、どうやったって無理なんだよってばあちゃんに言われたんですよ、はいはいはい、何で悩んでるのって言ったらあんたは分からなくていいよって言われたんですよね、うんうん、そんな回答あんましないんで、うんうん、なんだろう大人の事情かと思いながら、うんまあ、僕はその日は過ごして、うんうん、で別日にまた来たんですけど、はい、その時はお母さんらしき女性と、うん、その30半ばの女性と、うんうんうん同い年ぐらいの男性と3人で来たんですよね、うんうん、でその男性がちょっとこう服装がボロボロというか、うん、で武将髭も生えて、はい、なんか金髪からもこう髪の毛が黒髪が生えてちょっと髪色が不倫状態になってる感じの方で、うん、なんかだらしない見た目なんですよ、うんうんうんで3人で来られて、まあ、部屋に入っていくのが見えたので、はい、あお手伝いしようと思ってお茶持って持って行ってそしたらうちのおばあちゃんが黙って話を聞いてるんですよねその、女性の方がずっと私はこの子を助けたくてっつってお腹をこう押さえてるんですよ、うん、でこの子を助けたい、うん、もう僕の中ではヒントが転がってると思って、うん、で横に座りながら話を聞くんですよね、うん、そしたらお母さんもどうにか助けてあげてもらえませんかって言うんですけど、うん、うちのばあちゃんがもう下向いちゃって、うん、ってこうため息をつくんですよ、うん、その時に僕の中でその男性どっかで見たことあるなって思ったんですよね、うん、なんか見たことあるな、はい、誰だっけなって思いながら、まあ、沖縄狭いんで、うんうん、どっかで会ったことあるのかなと思いながら話を聞いたらその女性の方がもうこれ以上は無理ですと、うん、この子だけは助けたいもう他の子たちはダメだったからって言うんですよねあれ、もしかして何度か、妊娠されたけど、うんうん、産めなかったんだっていうのをなんとなく察して、うんはいはい、どういうことなんだろうと思ったらうちのばあちゃんが急に顔色変えて、うん、お前分かってるかってその男性に言うんですよ、うんうん、その男性もずっと下向いてこっち見ないんですけど、うん、お前が墓荒らすからだよって言ったんですその瞬間に僕の頭の記憶の中がパチンって繋がったんですけど、うん、僕らの先輩に、はい、防空壕跡地をもうお墓として使っている防空壕があったんですよ、はいはいはい、でその横の山道を登っていくと僕らの世代も使ってたたまり場があったんですけど、はいうんうん、僕らの先輩の中にその防空壕跡のお墓になっている防空壕を、はい、の外場ってあるじゃないですか、うん、あれをバッキバキに踏んで壊して、まあ、たたりなのか、なんか呪いなのかかかってしまって、学校に来れなくなった先輩がいるっていう話があったんですよ。都市伝説みたいな感じ。はいはいはい。で、その時にまだみんなガラケーだったんですけど、うんうんうん、その先輩がこいつなんだよって見せられた携帯の写真の顔だったんですよ。うわーいやだ。あーと思って、あの先輩だ。うん。墓荒らしってそういうことか。
って思ったら、うん、あんたのせいでこの子は生まれてこれないんだよってばあちゃんが言ったんですよね。それで僕の中のアドレナリンみたいなのがブワーって出て、あの先輩だわと思った瞬間に一瞬でその人たちについてる霊がブワーって見えたんですよ。そしてその女性の方の後ろに兵隊さんみたいな霊が一人こうピシッと立ってるんですよ、はいはい、で隣にもう一人立ってるんですよ、うん、でもう一人いるんですけどその人は立ってなくて、うん、座ってばあちゃんに助けてくださいって言ってる女性の肩を片手でこう押さえてもう片方の手でめっちゃくちゃお腹殴ってたんですよ。怖い。もうそれ見た瞬間にうわーって言っちゃって、で僕がうわーって言ったことでその周りの人たちも一切こっち見てなかったのにみんな僕の方バッて見て、はいはい、何ですかって言われたんですけど、いやうわーって言ったらばあちゃんが、だから出ていけって言っただろうって言われて、怖っ。あーこれはなんか分かんないですよ、どうなったのか分かんないけど助からなさそうだなってすごく思っちゃって、はいはいはい、あーなんかそういうことをすると末代まで呪うとか話聞くじゃないですか、うんうん、そんな呪いのかかった人間なんてほぼ見たことねえよって思ってたっすけど、うん、こういうことだってその人の次の世代は生ませないというか、なるほど、そういう感じで呪うんだって、生まれてきて何か不幸が起こるんじゃなくて、はい、まず存在させないんだなって思った時にうちのばあちゃんは、だからこの男と別れて他の男探しなさい、この人と一緒に行ったらもう無理よって言われて、あらお腹も結構大きかったんで、そこでの流れるみたいなの考えたくないじゃないですか。ってなってすごく僕は怖いなって、その時本当に霊にもそういうのがあるんだなっていうのを感じたっていう、怖いので言えばですけど、うわー怖いー、めちゃくちゃすごい、なかなかないですよね、なかなか。まあそんな経験僕も基本的にはちっちゃい頃とかばあちゃんにそういうお客さんが来た時は今日はあんた見なくていいって出されるから、その当時はもう結構大きかったんで、うん、逆にこう知りたかったんですよ、何がそんなに見ちゃダメなんだろうっていうだったんですけど、見なきゃよかったなって本当に未だに後悔するトラウマですよ、ね、うわー未だに結構その時の光景が、うん、しっかり覚えてます。その女の人の顔も男性の顔もはっきり覚えてます。うわー、でもなんかその相手の方にも影響があるって考えるとめちゃめちゃ悲しいというか辛い、そうっすね、女性言うたら関係ないわけですね、そうですね、本当は、うん、でも男性の方もなんかこうなんすかね、もうどうにもならなかったんですよね、もうそれしてしまったことがもう、まあそうですね、だから下手したら、まあ、そこの現場に行って、うん、まあ、お線香をあげるなりして、うん、謝ったりとかっていうのをすればどうにかなることなのかもしれないけど、うんうん、うちのばあちゃんが無理って言ってるってことは多分もう手遅れなんだろうなって、その時ね若気の至りとしてやってしまって謝りに行ったら何とかなってたかもしれないけど、うん、だから今ねその YouTube とかでもいろんなところに新スポを巡ったりとかする方がいるじゃないですか、うん、YouTube の方でも、はいはい、まあ、それはちゃんとモラルを踏まえた上で行ってそういうその場を楽しんで帰るっていうことをしてる方はいいんですけど、うんうん、そうじゃなくてそれを見て俺も行ってみようぜって言ってその場に行って物を壊したりとか、うん、そこに何か爪痕を残してスプレーでこう絵描いたりとか、まあ、そういうことをして帰ってしまうとその時のノリとか勢いとかでやってしまったことかもしれないけど、めちゃくちゃ後まで続くから本当に後悔しないように動いた方がいいよって思いますよね。すごい過去後悔してきた。あれだ、高校ぐらいの時暇すぎてめっちゃ心霊スポット行ったんですよ。でもそこに行ってわざわざそこにあるものバーン壊したりとか、まあ、そう悪意はないです、うん、全然なかった。そういうのがなければ基本的には行った時にすいませんちょっと中見させてもらいますとかお邪魔しますみたいなことを言って、うん、帰る時にありがとうございましたとか入ってすいませんでしたとかって言って帰れば何ともないと思うんですよね。まあ、その場でねなんかバキーとか音がしてみんなでうわーってなって逃げちゃったとかでも、はい、その時に何か壊してなきゃいいんですよ。基本的には昔そのちょっと古い旅館にの心霊スポットみたいなところに行って、うん、はい、でこう水場みたいなお風呂みたいな昔あったであろうお風呂みたいなとこ行って、うんうん、みんなで出よう、なんもないな、奥まで地下室みたいなのがあったんですよ。さすがにこれは入られへんなと思って出ようと思って僕後ろの方やったんですけど、
ちょっと離れたところに壺があったんですよ、はい、それがもうこう回ってたんですよ、ぐるん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 、うん、で、誰かが当たったりしたら遠いから、うん、もうこれ落ちるぞってなって、うん、で、僕らが出かけた頃でガシャーンってなって全員がうわーって走ったってことがあったんですけど、それはもう要は出ていけみたいなことですよね。まあそうですね、うん、だからこっちが好意的に壊してなければ、うん、なるほど、うんうん、まあ、その先輩の噂では沖縄ってお墓の形も全然違うんですよね、うん、はいはい、なのでその外場っていう文化がないんですよ、うん、なのでそれをなんかスキー板みたいな感じで、はいはいはい、本当に古くなってる板を横に倒してボキボキって折れたやつをまた踏んで、うん、スキー板じゃんこれなんだよこれみたいな感じで踏んだりとかしてバキバキに折ったっていう、はいはいはい、好意的にやってるんですよね。まあ、そういう現状があったからこそそうなったのかもしれないけど、ね、もう人によってはそうお地蔵さん蹴ったりとか今結構多いじゃないですか。ですよね、もう何が面白いのか全然わかんない。いや本当にやらない。そんなことして将来その人がね誰かと結婚するってなった時に、その女性の方が悩む可能性を考えたら、おもんないことやって将来に傷を残すよりも、そんなのしないでただただ見てあ怖いなって思うんだったら怖いっていう感情を楽しんで帰ればいいのに、うんうんうん、わざわざそんなことする必要ねえだろうって思うんですけど、今も昔もいるんだなと思っちゃいますよね。まあそうですよね、まあ、実際その例からしたらね、普通に、まあ、ある種生活してるというか、うん、まあ、いるわけでそこの場をそら荒らされてたおいおいおいって、いやそう、まあ、なりますよね、うん、しかもまあ軍人さんやったわけですもんね、命かけて戦われてる方たちだったわけで、で仲間たちがみんな一緒にそこの場で眠ってて、うん、っていうところをラララってやっちゃったわけです。そうなんですよ。そこは後々、まあ、僕らも中学の時に行った時に、うん、当たり前のように人骨が落ちてたりするんですよ。おー、だからその穴自体がもう大きいお墓みたいになってるんで、はいはいはい、余計に良くなかったんだろうな。すごい話すごい話連発やね。どういか半日ぐらいだって気持ちは濃すぎちゃう。めちゃくちゃ疲れてるじゃないですか。疲れてる濃縮がすごい。いろんなこと想像したい、ね、いろんな人でやっぱ怖い話見るじゃないですか。はいはいはい、ね、こう僕も怖い話好きやったりしたんで、うん、もう桁が違います。お話としてもすごく上手だし、かつそのエピソードの濃さが、はいはい、すごすぎる。でもあれはね本当にね濃く覚えてるんではっきり喋れるんですけど、でもまあ基本的には、まあ、ばあちゃんのお祓いのお話とかをよくさせてもらってるんで、うん、そんなにこの怖いっていうあれではないんですけど、うん、その中でもちょっとこう特殊なタイプのお話もあったりするんで、ね、ぜひね聞いてほしいなと思うんですけど、いやちょっとこれはちょっと今後も定期的にちょっとコラボをさせて、ぜひぜひ本当にいろいろお話聞けたらと思います、はい、もうカメラ回ってない時にお二人が優しすぎて、いや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 、もう僕はもうどうにか仲良くなろうとしていやいやいや、もう仲良しだと。ああよかった、ありがとうございます。名古屋も定期的に来られるということなんで、はい、また遊びに行かせてもらおうと思う。うわ、はい、楽しみだねこれから、ね、なんかこんなにこの霊に対しても紳士的な人も初めて会ったしなんかちゃんと教えてもらえたなって感じがしました。そうだから、その世界のルールというか仕組みを垣間見れたというか、うん、いずれちょっとあのトラックウェイの方でもね沖縄をいつかね行きたいタイミングがあったら、はい、思うので、ぜひよろしくお願いいたします。今後ともよろしくお願いします。でもね、この話聞いてめちゃくちゃ安田さんに興味があった方も多いと思うので、ね、特盛りとあるカタカナで検索していただいたら、出るので、はい、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。ということで本日は特盛りとあるの安田さん、お越しいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。僕たちもね、はい、特盛りザウルスさんのねチャンネルにちょっと出させてもらうということで、はい、この後撮るんですが、お現時点では何の話するか全く決まってない。決まってない。ほんまにどうなるか、はい、ぜひね、ちょっとそういう面でも楽しんでいただけたらと思いますので、フィーリングで特盛りザウルスの方に飛んでくださいということで、はい、本日はこの辺でございます。はい、またね、バイバイ、バイバイ。